はいどうも、ゼロゼロチョンです。本日はですね、こちらのシューズ開けていきたいと思います。はい、エムバペ選手ですね。エムバペ選手が着用しているナイキの最新サッカースパイク、ナイキ GS360 の、紹介をしたいと思います。今回のこちらのシューズはですね、ナイキ ID ですね、カラーオーダーシステムで、作成いたしました。一般販売もしたんですけども、足数がねかなり限られてまして、すぐに完売となってしまい、ちょっと僕の方ではねすぐ手に入れなかったので、今回ねカラーオーダーで、購入いたしました。それでは、ね、早速機能性の詳細を見ていきたいと思います。まずアッパーベースにはフライニットで、その上にナイキスキンが採用されております。触り心地はですね、非常に柔らかいですね。かなり薄い印象を受けます。で、本当に最小限の補強しかしてなくてですね、ナイキスキンで補強がされているわけなんですけども、こことかね見てもらって分かる通りニットむき出しなんですよね。裏材に薄く微起毛したような、人工医学ですかねの上にダイレクトにニットが入ってます。で、その上にポリウレタンフィルム、ナイキスキンですね、ナイキスキンのアッパーで構成されているといったようなシューズになってまして、非常に軽くて薄くて柔らかいのが特徴のシューズです。で、前側ですね、こういったアッパーテクスチャーによってグリップがしっかりと効くようなものになってますし、で、またですね、オールコンディションズコントロールと呼ばれる、雨でもねだったり雪だったりでも、ボールタッチが変わらない、滑らないタッチを実現するような加工も、採用されてます。で、基本的に非常に柔らかいです。このニットのところもね非常に柔らかい。ニットむき出しのところとか、これ耐久性は多分あんまり考えてない感じですね。まあ、完全に試合用です。すごく薄くて柔らかくて、非常にね履く前から期待の持てるようなシューズに仕上がっております。で、ただしっかりとねかかとはね、外からも補強してますし、中側もしっかりとカップが入っているようなものに仕上げています。まあ、かかとはなんでずれにくい、ブレにくいものに仕上げています。柔らかいだけではないということですね。で、かかとのライニングのところには滑りにくくて、ちょっとクッションが入っているような、ちょっと起毛したような人工皮革が採用されております。アッパーライニングとあんま変わらない感じですね。ただここだけしっかりとクッションが入ってまして、こんな感じで入っているので、カップで押さえてクッションで調節しつつ押さえ込むような、そんなかかとになってます。で、中底はフルレングスで採用されてますね。でもかなり薄くて硬い素材が使われてます。で、中多分これね見えないと思うんですけど、肉抜き加工したような跡があるんですよね。この辺もかなりね軽量化に関わってるかなというふうには思います。で、インソールに関しては基本的にはシンプルなものになっております。ただ後ろはね中敷き滑らないようにこういった風に溝が掘ってありまして、中で滑らないような、結構凹凸でかいんですよ。中敷きがシューズの中で滑らないようなものに仕上げてます。で、今回人工芝用の AG ソールに、いたしました。立体形状の構造で中足部の剛性を出しつつ、で、人工芝でねこれはギリギリ使えるかなっていうぐらいのグリップ感ですね。まあ、意外とナイキさんこの間ね、ファントムヴェノムの FG を履いて意外といけたんで、多分いけると思うんですけど、まあ、人工芝で使えるスパイクの中ではかなりグリップの高い、シューズの、部類になるとは思います。で、かつ結構ここ間が空いてて、安定感というよりかはどちらかというとスピード特化のシューズで、前側アジリティとかスピードでかわしていくような選手に向けて、作ったような印象を受けるソールになっております。重量は25センチ、片足で 171.6g です。超絶軽いですね。やっぱりこの軽さはなかなか他でも、ないんではない。以上でナイキの最新サッカースパイク、ナイキ GS360 の紹介は以上となります。非常に軽い軽量性、そしてニットの柔らかさと、ナイキスキンの薄さですね。アッパー薄くて柔らかい、ソール、グリップが強い、すごく軽いっていうのが特徴のシューズになっております。まあ、非常に、アタッカーとか、スピードプレイヤー向けかなっていうようなソールプレートだったりしますので、まあ、実際にね履いてどれだけスピードが発揮されるか、アジリティ発揮されるかっていうところが非常に楽しみな、シューズになっております。またねフィット感に関してもかなり薄くて柔らかい素材が使われているので、まあ、そこでね、ソールのグリップに誤ってソールのグリップに負けないかどうか、アッパーの報道性はちゃんと保たれるかどうかってところもポイントですね。まあまあ、とはいえね、かなり薄く軽く試合用として完成されている気もする、ナイキ GS360。まあ実際に履いて、ソールの屈曲性とかね、気になるポイントもあったので、履いて、確認して、皆さんに、その良さとか、ダメなところがあればダメなところも、お伝えできたらと思います。それでは本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。また良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回。